はい、こちら聖徳太子にゆかりのある伊王寺、何と読むのか分かんないんですけども、こちらの方ね、上がってくる道狭いようですけど、あの LS が登ってきてるんで大丈夫ですね。登ってこれます。運転に自信のある方ぜひねここまでいらしてください。駐車場十分入ると思いますんで。鞆の浦の硫黄寺と聖徳太子歴史伝承太子殿からの絶景。硫黄寺の創建と聖徳太子。広島県福山市鞆の浦にある硫黄寺は真言宗御室派の寺院で、推古天皇2年624年に聖徳太子によって創建されたと伝えられています。聖徳太子は推古天皇の摂政として活躍し、仏教の普及に貢献した人物として知られています。硫黄寺の歴史。硫黄寺は聖徳太子が海上で航海中に嵐に遭遇し難を逃れた際に創建したと伝えられています。その後平安時代から鎌倉時代にかけて栄えましたが、戦国時代には毛利氏によって焼き打ちされました。江戸時代に入り広島藩主浅野氏の援助によって復興され現在に至っています。聖徳太子との伝承。硫黄寺には聖徳太子に関する様々な伝承が残されています。本尊の薬師如来像は聖徳太子が海上で拾った霊木で作られたという言い伝えがあります。境内にある太子殿は聖徳太子が海上で難を逃れた際に上陸した場所とされています。硫黄寺周辺の海域は太子ヶ浦と呼ばれており、聖徳太子が航海中に難を逃れた場所であると伝えられています。太子殿からの絶景。硫黄寺は鞆の浦の町並みや瀬戸内海の景色を一望できる絶景スポットとしても有名です。特に境内にある太子殿からは鞆の浦の町並みや瀬戸内海の島々を360度のパノラマで眺めることができます。こんにちは。聖徳太子にゆかりのあるというね、太子殿の方に向かうんですけども、お寺から800メートル、15分ほど険しい山道を登ることになります。ただね、石段がちゃんとありますんで、休憩しながらゆっくりと登っていけばいいんじゃないかなと思いますね。足腰に自信のない方は杖やちょっと携帯用のね、椅子を持っていくといいんじゃないかなと思います。まあそこここに座るポイントありますんで、あの椅子はないですけどもね、あの石段に腰をかけてゆっくりと登っていけば無理なくいけるんじゃないかなと思いますけどね。ちょっと登っていきましょう。はい、険しい階段を登る人をまるでね励ますように千手観音の像がここありますね。はい、その他こういったね石像が結構階段に沿ってあります。クマンバチはマムシも出るかもしれないですね。あたたたた、お、あそこにも何か石像がありますね。こういう風にね、階段を見守るようにそこここにお地蔵様があります。80歳が登ります。ここにあって石灯籠、そして観音様、どんどん上の方に上の方に続いております。まだまだあります。階段かなり急ですよ。バスかきまして、ここで半分らしいですけどもね、じわっとにじんできました。もう一息です。ここで休憩されてください。はい、ちょうど半分登ってきて、この木々の間に大風亭がちらりと見えます。半分をちょびっと過ぎたあたりですね。ちっちゃい子は元気。このあたりでちょっと座って休憩した方がいいでしょう。かなりね、山道、これ崖のなんか崖にへばりつくように階段がね、なんとか敷設されてる程度です。階段をつけてくださった業者の方、本当お疲れ様でございました。すごいですよ。うん、電柱も来てるね。中国電力の方もたまには点検補修に来てくれるんでしょうかすごい。いつまでこのインフラ維持がされるのか、少子高齢化が進む昨今心配でございます。
あれが欧風亭で、だいたい500段上がってきたところに椅子がありますね。しっかりとした石の椅子。そしてこっちには木の椅子。こっちは座れそうにありません。これおばちゃん置いたの？石灯籠。ね。ね。これ誰が置いたの？まあ、ちっちゃい子は全然へこたれません、こんなんじゃ。まだまだ足んないぐらいです。サクサクいっちゃいますね。山田くん、すごいな。はい、ここがおそらくゴールじゃないかなと思われます。はい、600段ないぐらいだったかな。はい、どうもお疲れ様でした。ゴールです。はい、でここが聖徳太子ゆかりの大自然です。ここね、ついに来ましたよ。はい、下界を見下ろす鞆の浦。ああ、鷹が飛んでる。トンビか。見える見える。トンビ、鷹と同じ。なんか海が見えた。そうだよ、海だよ。お疲れ様です。鞆の浦に聖徳太子のゆかりありということで、大自然の方に今登ってきました。いや、結構なね、高低差ですよ。これ見てください、ここ。いや、鞆の浦にね、何度も来た人でも、ここは知らないでしょ。これはなかなかだと思いますよ。でね、ちょっと気がついたんですけども、街中に見慣れたモニュメントがここにあります。何でしょうか、これは。世界人類が平和でありますように。こんなとこまで、この誰が建てたかわからない、これがあるというね。すごいですね。はい。まあ、いずれにしましても、杖をご用意ください。私はまあな、どうってことないんですけども、結構ね、60、70を過ぎたあたりから答えると思いますよ。高低差がありますんでね、上下の動きってのは、下りもきついですから。下りはね、体重がぐっとつま先にかかるんで、膝を痛めやすいんですよ。だから下りこそ杖がいりますからね、ご用心ください。あそこに見えるのが欧風亭でございます。それではごめんなさい。